日本人とは何かという壮大なテーマに終生挑み続け、独自の歴史観と示唆で歴史小説や評論、エッセイなど数々の傑作を生み出しました。そうした多彩な作品は高度経済成長期のサラリーマン層を中心に圧倒的な支持を集め、歴史ブームを牽引したのです。代表作である坂の上の雲が書かれたのは68年から72年にかけてです。同時期に司馬さんは実に多くの知識人と対談をしていますが、その一人であるドナルド・キーンさんとの対談、日本人と日本文化が行われたのは71年で、これは中高新書として出版されました。なぜ当時の人々が司馬さんの文学を欲したのか。それは令和の我々が昭和や戦後の実相を知ろうとするように、大正から昭和初期の人々も明治の分かりやすい絵解きと解説を欲したからです。